山岳滝どうだったかっていうのね、ちょっと行こうかな。ここいい調子ですね、うん、このまで行ってくれるかなと思って、はい、そうですね、うん、気持ちで負けちゃったなっていうところが、まあ、一つこう自分の夢には夢が一つ叶ったなっていうのがあったので、うん、あ、食べてるんだこれが進んだことですところに最初、横さんが決まった時に頑張れ、やっぱりワールドカップで勝てない人はオリンピックでも勝てないと思うので、そういう思いでやっていけたらなと。納得いく結果は出ませんでしたが、次につながる本当に大きな年になりました。きっと来年は応援しててよかったって言ってもらえるような結果が出せると思うので、今後とも応援をよろしくお願いします。